今回はこちらの問題を扱います。ちょっと立体のイメージがつかみにくい問題なんですけれどもまずこの図を整理するために問題文に色をつけながら確認していきたいと思います。すそううるとこのようになります。 まずはこの青で引いた部分ですね。連立不等式、こちらのブルーのラインで引いた部分は、楕円を表してますね。ここの2、マイナス二の点と、y 座標が1、マイナス1の点。このような楕円の内側の部分を表していて、さらに z の絶対値が6以下ということなので、まあ、上下、幅6ずつなので、上に6、下に6のこのような円柱の内側ですね。 周こ,こちらを v とし2点2カンマ0カンマ2とマイナス2カンマ0カンママイナス2ちょうどここの部分とここの部分ですねこちらを通る直線これを l とするとえそしてまあ最終的にここで回転するのでこのような印を書いております。を満たすような実数 t に対しての絶対値が2ルート2以下。 点 PT っていうのえー、これ、えー、ちょうど今ここの部分に書いてる緑で書いてる部分ですね。えー、これが √2 √2 分の t, 0, 0, 2分のの T、T ということなので、まあ、これ t の絶対値が2 2以下ということなんですけど t に2 2を入れてみましょう。そうするとここがちょうど2かんま0カンマ2ということで t が 2, 2まで来るとこのギリギリここの部分ですね。 端っこのえ先ほどの2カンマ0カンマ2のところまで逆にマイナスまで行くとこっちまで来てちょうどこの端っこですねマイナス2カンマ0カンママイナス2までなのでちょうどこのブルーの円柱の内部をこの直線上移動する点っていうことですねそれがこの t の範囲の意味ですえそしてこの点 pt に対してえここを通ってこの直線 l に垂直な平面 この緑でで書いてるやつですねこの平面を ht とするとそして次オレンジのラインですね実数シータに対し点2ンシータカンマンシータカンマ0を通りでありますが今ここに取っておりますこれ何を表しているかというとこの楕円の不等式これの媒介変数表示になっているということですよね2コサインシータカンマンシータカンマ0ということでこの ちょうど XY 平面上のこの楕円部分、この円周上を動く点これがこちらの点になっておりますそこを通って z 軸に平行な直線このような直線ですねこちらを lθ とするよとでこの lθ と先ほどの緑の平面 ht との交点の z 座標を tθ 用いいて表せという問題ですね。なので今回求めたいのはここの部分ですね。そのためにまず何をするかっていうとこのの平面の方程式を出したいですねで。今回ありがたいことにこの直線 L と垂直っていうことは分かっているので、まあ、いわゆる方線ベクトルがちょうどこの L の方向ベクトルっていうことになりますね。 ということで平面 ht の方線ベクトルつまりこの直線 l の方向ベクトルになるので n ベクトルと置くと1カンマ0カンマ1ということが分かります。まあ、これは原点を通って2カンマ0カンマ2を通っているので、まあ、2行って2上がる、まあ、1行って1上がると考えて大丈夫ですね。えー、そして 平面 ht 上の任意の点 p っていうのを xyz として挙げると垂直っていう条件から方線ベクトル n ベクトルと任意の点 p を取った時に、まあ、例えばこの辺に p があったとしたら p t p ベクトルこれと N ベクトルこれが垂直になるっていうことは明らかですねえ。ということでベクトルで垂直が出てきたら内積イコール0を考えましょう。あとは成分で計算していくだけです。このようになって内積計算をしていくと x す z √2t ってていう式が出てきますこれが何を表しているかっていうと先ほどの平面 ht このグリーンの平面ですね。 で平面の方程式が出たのであとはこの直線 lθ との交点を考えたいのでこの lθ 上の点っていうのを考えてあげましょう。えこれもう x 座標 y 座標は確定ですね z 座標が変わって高さが変わるだけなのでえこの直線 lθ 上の2意の点っていうのは x は先ほどと同じ 2cosθy 座標は sθ と表されるのであとは先ほどの式と代入してあげると。 求める交点の z 座標っていうのは x のところに2ンシートを入れてあげましょう。ということで z イコールにするとこのように求めることができます。続いて2番を扱っていきます L を回転軸に持つ回転体で v に含まれるものを考えるこのような回転体のうちで体積が最大となるものの体積を求めようという問題ですね。はい、今回回斜めの軸の軸転です さらにこの回転体で V に含まれるもの、この青い円柱の内側にあるものですよね。の中で最大なものって言われているので、まあこの単純にこう回転していくだけで良さそうかというと、そうでもなさそうっていうわけですね。なので、まあここの回転体でなおかつこの青い円柱の中にまあ ぎっしり身が詰まってるような状態。それが最大っていう風うになるので、それを求めていきたいということです。まあ、かっこ1からの流れに乗っていくんですけれども、まず大事なこととして、まあ、図形の対称性を使うってことですね。今回もこれ対称性よりっていうことで、え t は0以上について考えれば良さそうです。最終的にはそれを2倍すれば求めたい。体積も考えられるということですね。 ではまず何を考えるかっていうと括弧1でせっかくこの交点の z 座標を求めてましたねこのようになってました。ということで、えー、これでまず平面 ht 上の、えー、まあそこに出てくる図形ですね、まあ、要はこの青い v とこの平面 ht。 とのま境界線ですねまこのような楕円になりそうなんですけれどもそれがどうなるか様子を見ていきたいと思いますそのために1番の z についてちょっと調べていきますこの1の解を zt としてあげるとこの zt の絶対値を取ってみましょうかそうするとこのようになるんですがえこれは三角不等式よりそれぞれに絶対値をつけたものの和以下になりますと で t っていうのはもともと絶対値は2ルート2以下だったのでマックス2ルート2そしてコサインシータの絶対値っていうのはマックス1になるのでそれぞれ最大なものを入れてあげると最大でも6になります。っていうことは6って何だったかっていうとこれですよね。z の絶対値っていうのは6以下っていうことだったので、まあ、この括弧1で求めた z 座標っていうのは、えー、このブルーのラインの上と下この部分の底面ですね。 ここよりはみ出すことはないよっていうことがここからわかりますえそしてここからですねえー、っと平面 ht この緑の平面とえ領域 v このブルーですねこれの境界との交わりを考えていきましょう先ほど言ったようなこのような楕円になるはずなんですけれどもえこれっていうのはこのように表すことができます 2cosθ と sθ っていうのはえ先ほどのここの座標ですねで z 座標は括弧1で求めたものがそのまま来ていますと でこれを曲線 C と名前付けていきましょう図で書くとこのようなイメージになりそうですでこれについてちょっと深掘りして考えていきたいんですがちょっと拡大してここだけ考えてみ,てみましょうこのようになりますで最終的にはこれを直線 L で軸にして回転させるということなんですがここからはみ出してしまうと これっていうのは V に含まれなくなくってしままうんですね。V に含まれるためには回転させたものがあくまでこの C の中に収まっていなければいけない。ということなので例えばここの半径で回転させてしまうと思いっきりはみ出してしまうわけですよね。ということはこの C の中に収まってる中で一番大きい部分を半径としたような 回転体つまり断面は円になるんですけれどもそれを考えなきゃいけない。ということはこの回転軸との交点 PT からこの曲線 C までの距離を考えてその中の最短距離を考える必要がありそうですね。ということで T を定数とした時に点 PT と曲線 C 上の点 Q この距離を Rθ としますと。 そしてこの最小値を smallrt と置いてあげましょうこうしてあげることによって求めたい体積っていうのはこの回転体、まあ、この円ですねこれをえ積み重ねていく積分していくっていうことになりますえつまり t っていうのはちょうどここの O から Pt までの距離ここが今 t になっている状態ですねこの t を0から2ルート2まで積分してあげれば体積 V が求められそうです ということで求める体積 V っていうのは、えー、2倍のこれは先ほど対称性で0以上だけ考えてたのでそれを最終的に2倍してあげましょうで0から2ルート2までの、えー、まあ円の面積ですねこれが断面積 π× この半径、えー、まあ最小値の部分これの2乗で求めることができますとこれを1にしておきましょうということはここからの作業としてはこの最小値 RT を求めるということになっていきます それでは点 PT と Q の距離 Rθ を求めていきましょう。PT の座標と Q の座標それぞれ分かっているので2点間の距離で求めることができます。Rθ の2乗っていうのはこのようになりますので整理していくとコンシー θ の二次式になります。ということでこれを平方完成して考えていきましょう。cosθ っていうのは。 マイナス一以上、一以下の値を取りますので、この軸、七分の二ルート二 T っていうのが、どのような値を取るかによって、場合分けが出てきますねということで、まず一つ目は、えー、このゼロと一の間に収まっているとき。すなわち、T の範囲がこのようになるとき。コサインシータ軸で取りますので、コサインシータイコール。七分の二ルート二 T で、最小値、マイナス七分の一 T 二乗プラス一を取ります。 ではその範囲外にあるとき、すなわち t の範囲がこのようになっている時は cosθ が1のところで最小値を取りますね。えー、なので最小値がこのようになってまあこれ整理すると、えー、カッ2乗で因数分解できるのでこのようになります。 ということでこれらのルートを取ったもの、えー、RT っていうのは、まあ、つまり最小値ですね、えー、それぞれルートをつけたものを答えてあげましょうでこちらのルートを取るときちょっと注意ですね、えー、ルートの中身が2乗になるときっていうのは絶対値をつけて外すっていうのがありましたねということで t の範囲は今このようになってます t は2ルートに以下なのでこれはマイナスの符号になってますということでちょっと順番逆に マイナスをつけて外したっていうふうに思ってください。あとは先ほどの V の式、こちらの RT のところに積分区間によって場合分けしてこれを代入してあげましょうえ。計算するとこのようになります。あとは積分計算はそんなに複雑ではないのでここでは割愛させていただきます。答えは2分の5ルート 2π というふうに求めることができます。 なので今まで扱ってきた回転体シリーズいろんな要素ありましたが、まあ、平面で切り取って考えるっていうこととか軸からの最短距離を考えるっていうこととか、まあ、いろいろポイントありましたのでこの問題で今一度復習しておきましょう。Today,